のんちゃんねらーで声優を司っております松井塾の松井です、よろしくお願いします。はい、というわけで始めてみましょう。まあ、何の話だっていうのかわからない人はのんたろうさんのところに行ってくださいということです。はい、のんちゃんねらーの一角ですね、我らがのんちゃんねらーの一角というか、のんちゃんねらーの一角って4人しかいないんですけどね。いやーね、ちょっと意味がわかんないですけどね、あの13万人いるんですよ。あののんたろうさんのこのチャンネル登録者数って13万人いるんですよ。はい。なんか知らないですけど、13万人いる人がなんかの、たかだか370人程度のところで、なんかなぜ四天王に組み込まれているのかってちょっと謎なんですが、はい。のんチャンネルの一角ですね。はい。皆さん覚えておきましょう。これ次の入信出ますんで、出ませんけどね。はい。みっちゃんねるさんと関津場さんと、私とつっちゃさんというこの4人ということになるんですけれども、みっちゃんねるさんがですね、155日を経てですね、155日を経て、チャンネル登録が50人を突破されましたということになります。はい。すごいっすね。はい。すごいっすっていうのが正直な感想です。私189日ぐらいかかってるんですね。私より早いという形になるんですけれども、はい。まあ、単純に、まあ、私も、見させてもらってます。オセロ負けてんじゃねえかよとか思いながら、オセロ、おい、負けてるぞ、おい、それ、みたいな、やつあるんですけど、はい。まあ、いう感じになるんですけれども、まあ、155日ですね。経て50人来ましたということになります。で、50人を超えてくる、と、YouTube 活動は多少、楽しくなってきます。YouTube 活動は、この50の壁が実は結構辛くて、まあ、辛くてっていうか別に私関係ないんですけど、50人ぐらい行くまでは、なんか、まあ、そもそも増えないんですよ。そもそも増えないんで、この50人の壁を超えてくると、まあ、とにかく1ヶ月間ぐらいのペースで見ると、あ、増えてんだっていう、あ、なんか知んないけど人数増えてるな、みたいな状態が、まあ、やるっていうところが、まず50人っていうところの壁なんですよ、確か。で、それが要するに超えてきたっていうところは、まあ、要するに一里塚を突破してきたなという、なんかすごい上から目線で申し訳ないんですけどね。これ私、ほんと嫌なんですよ。これ、関津場さんで前例があるんで、関津場さんで前例があるんで、関津場さん、お前は頑張れみたいな感じの動画を上げてたらですね、あっさり抜かれたっていうね。ボッコボッコにやられたみたいな、感じになるんで、それはちょっと非常に避けたい。避けたくはないな。別にそれはそれでいいな。うん。いうことになるんですけれども、50人超えてきてからは、だいぶ楽になってくると思います。YouTube 活動自体は、まあ、だいぶ楽になってくるんじゃないかなという気はします。人数がとにかく増えてくるんで、ある程度。ね、なんで、まあ、すごく、楽になってくるというふうな感じになってくるということですね。はい。で、まあ、まあ、私も、あんまりコメントはしないんですけど、まあ、大体見てるかなという感じになるんですね。はい。まあ、だから、私言ったでしょってね、のんたろうさんが好きっていうだけで、YouTuber としては一流ってわけわかんなく言ってますけど、はい。まあ、絶対そうなんですよ、絶対ね。のんたろうさんがバズってるということは、のんたろうさんに乗っかっときゃ大体バズるんです、多分。はい。バズってくるから、まあ、それをまあ信じて、まあ、のんたろうさんの、まあ、要するに、まあ、ところを、まあ、持っていきましょうということですね。まあ、で、まあ、みっちゃんねるさんもね、まあ、やはり、四天王としてね、のんちゃんねるの四天王として組み込まれている以上ですね、ここもまあ、しっかり頑張っていただきたいな、というふうな感じになるわけですが、まあ、そんな、大層なことはないですけどね。そんな、大層な組織体ではないので。はい。ただ、私は非常に嬉しいですね。自分が言ったことが当たっているということで、来るんじゃないかな、っていうか、まあ、ちゃんと YouTube 活動多分やってってうまくいくんじゃないんですかね、って言ってたんで、一応。まあ、それが、まあ、一里塚を、まあ、超えてきたっていうことに関しては、まあ、私も、まあ、嬉しいなと、まあ、一言ながらですね、はい、面白かったなっていう感じになります。ということでね、まあ、まあ、皆さんね、まあ、いつも通りですけど、まあ、乗るしかないですね、このビッグウェーブに。はい、まあ、乗るしかないなと、このビッグウェーブにということになるんで、まあ、みっちゃんねるさんの方に、まあ、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますと、まあ、いつも通りハイエナ活動をさせていただいているということになります。はい、ということでね、よろしいでしょうかということで、みっちゃんねるさん、さらなるね、飛躍を目指してですね、さらなる、頑張り、まあ、頑張りすぎると、まあ、倒れるんで、まあ、頑張らなくてもいいぐらいで頑張るっていうね、感じになると思うんですけども、まあ、みっちゃんねるさん、ぐいぐい、チャンネル登録を飛ばしていきましょうということですね。はい、そして、まあ、つっちゃさんね、そして関津場さんということですね。
モンタローチャンネルなの四天王としてですね、何に恥じないように、まあ、私も頑張っていきたいなというふうには思ってますので、まあ、今後とも皆さん頑張っていきましょうということですね。一体何の応援だっていうね。何の応援だこれはっていうね。はい。気はしますけれども、まあ、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。